ランス人はそこが浅い。日本の本質は髪へのこだわりだ。日本は週刊誌から紙おむつ、化粧用のコットン、手紙用の和紙に至るまで、髪のすべてが美しく細かく素晴らしい。どうか戻ってこれるかはわからないが、それまでそのこだわりを捨てないでほしいと、すべての髪の人たちに伝えてほしい。だそうです。奥様は、かつて私が勧めた、シルエットウルールスポンジ仕立て化粧用コットンと桜のレターセット。旦那様は千代髪とワシレターセット。家族で、お子様用に、紙おむつをそれぞれ大量に、それこそあちらの荷物検査に。絶対引っ掛けると心配になるくらい買ってました。あと北海道も、あまりにも大量に買っていて、荷物検査が心配になったので、定期的にこちらから送りますよと言ったら、それぞれの職員にそれぞれ一つずつ渡せば分かってくれる。むしろこの量はその賄賂用も兼ねてる。と言われて、心配ながらも賄賂用にクスッとしました。でも分かってもらえるといいんですけどね。帰国メールが待ち遠しい一日でした。余談。とある牢獄からの投稿。獄中のクリスマス。一枚の富士山のポスターのおかげで、しばし脱獄とありました。作者が本当に牢屋にいるのかどうか。